第13空軍はアメリカ空軍、太平洋空軍に属していた航空軍の一つである。司令部はハワイ州ヒッカム空軍基地に所在していた。第二次世界大戦中の1943年にソロモン諸島の戦いに対応するために設立された。アメリカ陸軍が進行するに伴い、パラオの戦いやフィリピンの戦いにも投入されている。第二次世界大戦後は、 移転を繰り返したが、1949年にフィリピンルソン島のクラーク空軍基地に所在することとなる。朝鮮戦争には投入されなかったが、ベトナム戦争では前線に近い広報基地所在部隊として積極的に運用され、一部部隊は太陽国に展開し、作戦行動を実施した。1991年にクラーク空軍基地が閉鎖され、 そこから撤退シグアム島、アンダー戦セン空軍基地に移転する。1954年、台湾と米国が米下相互防衛条約に署名した後、第13空軍は台湾に327航空士を設立し、1979年に米国が台湾との外交関係を立つまで台湾の防空を維持するため駐留した。1958年9月15日、 米空軍第83戦闘飛行隊の海 -104A 戦闘機が台湾東円空軍基地に配備された2005年には作戦指揮機構の充実を図るためヒッカム空軍基地に移転した。具体的には2005年6月にはケニー司令部が第13空軍に創設され太平洋空軍全体の戦闘の指揮を取ることになった。第5と 第11空軍司令部は部隊の維持管理に責任を持ち、戦時の運用は第13空軍ケニー司令部が事故の部隊に第5と第11空軍のそれも加え統合的に行うのである。ケニー司令部の名称はアメリカ陸軍航空軍で第5軍司令を務めたジョージ・チャーチル・ケニー中将に、しなむ。さらに第十三空軍第一文献隊が二千七年に 日本に設立されており、これは常設の作戦式機構として、計画立案、作戦実施、613億及び、第5空軍、航空自衛隊との調整を行っていた。2012年9月28日兵隊し、その機能をケけに司令部をはじめとした主要な部隊は、太平洋空軍に移管された。ありがとうございます。